グレーシア米国立公園の地図マージェリー氷河は、アメリカ合衆国アラスカ州沿岸低地帯にある、全長 34km の氷河で、グレーシア湾採用のターイリエに至る。グレーシア米国立公園の端にある、この氷河は、海抜 3920m 地点から谷を南東に下り、アラスカ州がカナダと接するルート山の南面で、北東に展示、ターイリエから、 国立公園に格上げされ、また1986年のユネスコ世界生物保護区指定を経て1992年に世界遺産に登録される。この国立公園の海岸低地帯では、過去数十年にわたり、一方で、ほとんどの氷河が交代していき、他方で、ジョンズ・ホプキンズ氷河が成長する中、マージェリー氷河は成長も交代もせず安定している。マージェリー氷河を、 カルータンのターイリエから上流へたどると3 4トル、先のルート三南面に行き着く。氷河の幅はおよそ1 6キロメートル、末端の厚みは海面下の3 0ルを含めおよそ1 1 0ルである。1750年には巨大な単一の氷河で埋め尽くされたグレーシャー湾だったが、この数世紀にわたり平均気温の上昇と降雪量の減少を受け、 現在では、全長 105km のフィオルドに代わり、いくつもの小さな氷河を抱えている。マージェリー氷河はこの湾の最北西端に位置し、グランドパシフィック氷河と直行する。国立公園内は、道路が整備されておらず、グレーシャー湾周辺の氷河へアクセスするには空路か、船舶で近づく他ない。マージェリー氷河の末端は険しく切り立ち、クルーズ船や小さなツアーボートで、 氷海分離に肉薄できる。この氷河は1913年にこの地域を訪れたフランスの地質学者で地理学者エマニュエル・デュ・マルゲリーの名前にちなんで命名された。1794年に遡るとジョージ・バンクーバー大とその遠征隊が訪れたグレーシャー湾は完全に氷に覆われ、 一行は幅3 2トル、高さ1 2 0 0ルの氷壁に足止めされている。ジョン・ミューアが1879年に初めて訪れた氷河は交代し、7 7トル短くなっていた。その後、氷壁は湾口から1 0 5トルまで交代し、かつてバンクーバーたちが見た巨大な氷の壁の姿はない。現在では湾に沿った小規模な入り江に、 マージェリー氷河など海岸低地帯の氷河が8つ残る。グレーシャーワンの氷河は約4000年前に始まった全体的な氷河の拡大期、小氷期の名残である。北アメリカ大陸に訪れた高ニオのウィスコンシン氷期とは比べようもないものの、小氷期は1750年頃に最大期を迎えるまで氷を増やし、全体に後退期に転じる。氷の年間流量は、 マージェリー氷河で610メートル、日量に換算すると1.8メートルを記録したことがある。この数字は年間9メートル余りまでじわじわと減り続け、1998年頃に一方で末端部の南側で毎年0.3メートルほど拡大を続けるのとは対照的に他方で北側は小規模な閉じ込めを形成している。 1990年代にグランドパシフィック氷河に接続したマージェリー氷河は相手側の氷河が交代を始めると分離し両者の間にモレーンが積み残された。分離する氷海湾内の8個と公園の太平洋、沿岸域の3個と共に公園に残る11個の1つマージェリー氷河は海岸低地帯の氷河に分類される。 潮汐が全く一様でなければ、海岸低地帯の氷河は、終点が少なくとも海水が高い位置に来る氷河の一つである。マージェリー氷河と六個の氷河は、完全に潮汐に隠れる終点がある。マージェリー氷河は250フィートが、海上に100フィートが、海面下に隠れた全部で350フィートの高さがある。 多くの氷河同様に結局氷河の終点から排出される氷と誘拐した小川と共に土合いし大きい岩の合わさったものでできた曖昧な領域として現れるモレーンがある。氷河の氷は光の赤や大々黄色、緑の波長が吸収された結果青く、結果として氷河の頂点の誘拐水の水溜まりは明るい青色となる。マージェリー氷河は マージェリー氷河の北東面に隣接するグランドパシフィック氷河よりゴミが少ないために綺麗な氷河である。ジョンズ・ホプキンズ氷河と共に氷を分離する点で最も活動的な氷河の一つでもある。氷河が分離することで氷が砕けたまっていた空気が飛び出し氷が海中に放落する際の騒々しいうなりで銃撃のような音を出している。 氷河の下を流れる誘拐水流で発生する新鮮な水は氷河の終点の中央部分から湧き出ている。このような地域はここで見つけられる魚を餌にする海鳥を引き寄せている。岩盤地質学やグレーシャー湾の鉱物資源の研究で鉱物堆積物を含むとして区分けされた17地域からマージェリー氷河は同体積物を含むとして区分けされている。 岩の破片の層は、終点で氷と組み合わさっている。マージェリー氷河は、海岸低地帯の氷河や、海岸線、フィヨルド、川、湖と共に333種のイカンタバ植物や274種の鳥類、160種の魚類、41種の哺乳動物、3種の両生類を支える、広く様々な海陸の風景を提供する、クレイジャー湾国立公園の一部である。 北極のアジサシアカやカモメがマージェリー氷河の岩に巣を作っている。この氷河が分離することでオキアミや小魚を混乱させ鳥にとって理想的な場所になっている。ザトウクジラやハイログマも時にこの氷河の近くで見られる。よくわかっていない力で徐々に氷河を移動する苔の群落の研究が氷河ネズミでマージェリー氷河で行われている。マージェリー氷河空撮写真。 ありがとうございます。